キボシイシガメ、キボシイシガメ、クレメスグッタタは、ハチュコウカメモクヌマガメかキボシイシガメ属、アメリカイシガメ属に分類されるカメ。本種のみで、キボシイシガメ属を構成する。アメリカ合衆国、イリノイ州北東部、インディアナ州北部、ウエストバージニア州北部、オハイオ州北部、サウスカロライナ州東部及び一部、ジョージア州東部、デラウェア州、 ニューハンプシャー州南部、ニューヨーク州南部、ノースカロライナ州東部及び一部、バージニア州東部、バーモント州南部、フロリダ州北部、ペンシルベニア州東部及び西部、マサチューセッツ州、メイン州南部、メリーランド州、ロードアイランド州、カナダ、オンタリオ州南部、ケベック州南西部絶滅。模式標本の産地は、フィラデルフィア周辺。 最大高ン1 4 3トル。カナダの個体群の方がやや大型化する。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高ン1 2 2トル。背高は扁平。背高の甲板には筋状の盛り上がり、キールがなく、成長感も不明瞭。甲甲板は背高の最前部よりもごくわずかだが後方に位置する。第一、C 甲板は、 縦幅と横幅の長さは、ほぼ等しいか縦幅の方が、わずかに長く、第2から5、C 甲板は、縦幅よりも横幅の方が長い。円甲板外縁は、ノコギリ状に尖らない。廃校の色彩は黒や黒褐色で、甲板の一部が透明で、骨甲板の表面の黄色い斑点が透けて見え、体に入る斑点も含めて、和名の由来になっている。種正味名グッタタは、 反転のあるのいで、英名、スポッテッドと同義。成長に伴い反転の数は増えるが、老齢個体では逆に消失することもある。廃坑と復興の継ぎ目、端は短く、液化甲板や素形甲板は小型。復興は大型で、蝶子外はない。左右の喉の甲板の間には切れ込みが入らず、左右の交甲板の間には深い切れ込みが入る。復興の色彩は、 黄色や薄大色で、甲板ごとに大型の暗色斑が入るが老齢個体では、斑紋がつながり、復興が黒くなる個体もいる。頭部は中型。パ板は突出せず、上顎の先端は凹む。獅子はやや頑状。頭部や頸部、獅子、お背面の色彩は黒や黒褐色。暗灰色で、黄色い反転が入る。顎を覆う角質。 口箸の色彩は薄大色や単光褐色。後頭部にはやや細長い黄色いハンモニや破線状の黄色い縦縞が入る。頸部基部、頭部や獅子覆面は大色を帯びる。卵は、長径2.5から3.8センチメートル、単径1.6から1.9センチメートルで、弾力性のある比較状の殻で覆われる。容体は、第1。 シーカンパンも縦幅よりも横幅の方が長い。くちばしの色彩が炭鉱色。オスの生態は、復興の中央部より後方が浅く凹む。尾は太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排出口全体が、排行の外縁よりも外側にある。下顎の色彩が高褐色や黒で、交彩や胸膜は褐色。メスは、 復興の中央部より後方がへこまないか、わずかに盛り上がる。尾は、より細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、相配節口の一部が、廃坑の外縁よりも内側にある。妖体やメスの生態は、下顎が黄色やオレンジ色で、光彩は単光色やオレンジ色。俗名クレメスは、亀の位。1960年代以前は、クレメス属、旧石亀属に、 イシガメ族やニセイシガメ族の構成種も含まれていた。1964年に、ヌマガメ科をヌマガメアカとバタグールガメアカ、後にイシガメ科に分割する説が発表されたことに伴い、バタグールガメアカに含まれる種が分割し、クレメス族、旧アメリカイシガメ族は、本種とブチイシガメ、モリーガメ、ミューレンバーグイシガメの4種から構成される族になった。 形帯やミトコンドリアのシトクローム B や、リボソーム RNA、ND4 に電子などの分子系統学的解析から、9、アメリカイシガメ属に含まれる3種が本種とは特に、近縁ではない多系統群、ブチイシガメは、ヨーロッパのマガメ属やブランディングガメ属、モリーイシガメとミューレンバーグイシガメそれぞれ、単系統群を形成するであるとして、クレメス属の模式種であった本種のみで、 木星石亀属を構成する説が有力とされる。低室が泥や粘土質で流れの緩やかな小規模な河川や地層、沼地、湿原、湿性草原、湿地林などに生息する。水深が浅く植物の繁茂した止水域やその周辺を好み、水深1メートル以上の場所や水流の速い場所で見られることは稀、半陸性もしくは半水性。 中高生。多くの分布域で陶器に、南部固体群は、夏季、気温が高く乾燥する地域では、北部固体もにも、水中の泥や哺乳類の古巣、陸上に堆積した落ち葉などに潜り休眠する。植生は雑食で、魚類、両生類、昆虫、蜘蛛甲殻類、動物の死骸、果実、水草、藻類などを食べる。水中でも、 陸上でも採食を行う。繁殖形態は乱生。主に3から6月、南部個体群は周期にも交尾を行うにオスはメスを30から50メートルにわたって追跡し、時には警部や獅子に噛みつき動きを止めて交尾を迫る。主に水中で行うが、陸上で交尾を行うこともある。主に5から7月に1回に1から14個。 主に2から6個の卵を年に1から2回に分けて産む。卵は50から90日で孵化する。発生時の温度により、性別が決定、温度依存性決定時、22.5から27度で、オス、27.9から30度で、雌、有、30度以上でメスになる。生後7から15年、校長8から10.5センチメートルで、生成熟する。開発による、 生息地の破壊、水質汚染、ペット用の乱獲などにより、生息数は減少している。アメリカ合衆国では分布する多くの州で法的に保護の対象とされている。2013年にワシントン条約附属書2に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。過去には野生個体が少数流通し、 主にヨーロッパから飼育か繁殖個体も流通していた。一方で日本国内での飼育か繁殖個体の流通量も増加している。広い陸上を確保したアクアテラリウムで飼育される。変色する個体もいて特に野生個体で顕著とされる。発情したオスはメスを追いかけ交尾を迫りメスへの負担が大きくなるため単独で飼育するのが望ましい。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。